ラリベラの岩屈教会群はエチオピアの世界遺産の一つ。業界岩をくり抜いて作り上げたエチオピア聖教会の教会道群で世界の石像建築士から見ても非常に重要な建造物である。正確な建造年代は不明だが、ザグウェアサのラリベラ王が君臨していた12世紀から13世紀にかけての時期に建造されたと推測されている。11の聖堂と関連する。 礼拝堂などの建造物群からなり、以下の4つのグループに分けられる。ベテ・ギョルギすべてマドハネ・アレムは、アクスムにあるシオンの聖マリア教会を模したと考えられている、世界最大級の岩屈聖堂である。この聖堂が、一連の岩屈聖堂中最古と、考えられるベテ・マリアムや、ラリベラ王の母子を含むといわれるベテ・ゴルゴタ、セラシエ礼拝堂、アダムの墓などとつながっている。 最も秀逸とされ、保存状態も良好なベテギオルギスが孤立している。伝説では、他の銃の聖堂が掘り上げられた後、ラリベラ王の夢枕に聖ギオルギウスが立ち、作るように命じたという。上から見ると十字架に見えるよう掘り下げられ、またノアの箱舟を模しているともされる。地元の観光ガイドは見学者に語る地元の伝承では、 往復後から6ヶ月かかっていたエルサレム巡礼の代わりに建てられたという。かつて王家の礼拝堂だったと推測されているベテアマヌエ、かつて監獄だったらしいベテマルコリオス、かつての王宮とされるベテガブリエルルファイルや、ベテアッパリワノス、ベトレヘムがある。アシェタンマリアムの修道院、11世紀頃に洞窟の中に建造されたアスクム様式のイムレハネ、 クリストス教会などがある。ラリベラのエチオピア聖教会の死災岩屈聖堂群には、建造時期をめぐって、論争になっているものもある。ケンブリッジ大学教授のアフリカ考古学者、デビット・フィリップソンは、メルクリオス聖堂、ガブリエル・ラファエル聖堂、ダナゲル聖堂は、標準的な建造年代より500年ほど遡る、アクスム王国の衰退期に、 要塞や宮殿として切り出されたのが最初であり、ラリベラの名は、ラリベラ王の死後に結びつけられたに過ぎないと、提唱している。また、地方史家、ゲタチェウメコネンの説では、アッパーリバノスは、ラリベラ王妃、マスカル・キブラが夫ラリベラの死後、彼を記念するものとして建造されたものであるという。なお、作家グラハム・ハンコックらは、聖堂騎士団の助けで建造されたと主張するが、 豊富な資資料は岩屈製道群が中世エチオピア文明のみに寄っていることを明らかにしている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。